た来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 た。皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、この間Amazon プライムデーがありまして、そこで2つ購入したものがあるので、今日はご紹介していこうと思います。はい、それではスタート。はい、買ってきたものがこの2つです。こんな大きいもの買ったわけじゃないんだけど、どっちも結構大きい箱で来ましたね。はい、早速開けていきたいと思います。はい、そう、まずね、買ったものはいつも思うんですけど、すっごい頑丈ですよね、アマゾンのって、はい、ありがたいですけどね、うん、これです。電動歯ブラシ。前の動画でもね、何回かあの電動歯ブラシが欲しいけどどうしようかななんて言ってたんですけども、ようやく買いました。私が購入したのがパナソニックのドルツです。 EWDE55 ですかね。コメントでもいいですよってあのおすすめいただきましてありがとうございます。ようやくね、これに決めることができました。あ、ちなみにね、これはもともと1万5000ぐらいのもので、それが激安になってたっていうよりかは 10% オフになってただけなんですけど、まああのこれを機会にね買いました。はい、中はですね、開けてみるとこんな感じになっています。これなんだろう、なんか持ち歩きができるケースかな。あと本体、あー、替えの歯ブラシが、あと充電ですね。充電があったりとか、立てておくものだったりとか、あとコードですね。はい、あの今日はご紹介だけになっちゃいますけども、またですね、使ってよかったらこれからの動画内でちょいちょい挟み込んでいきますので、あのおすすめしてきますので、よかったら、はい、ご覧ください。はい、で次がメイクブラシです。6プラスのメイクブラシです。ずっとですね、この6プラスのメイクブラシ気になってて、一度使ってみたいなと思って今回買ってみました。で、中を開けると、はい、こんなゴージャスな入れ物になってます。このね、箱がかっこいいなと思って、私ちょっと前から気になってたんですよ。ブラシじゃなくて箱が気になるっていうね、大事ですよねこれね。はい、そうで、ここが磁石でくっついてるんですよね。あのブラシ立てになるんですよね、どっちもね。で、お、なんかいろいろ入ってますね。この中にはですね、全部で15本のブラシが入ってます。あれ、なんか、あ、ブラシの洗い方のレクチャーが書かれてます。この中で比較的大きめのブラシはこういう透明の袋が入ってて、毛がブワッてならないようになってますね。これすごくいいですね。なんかここの色とかも開ければいい。お、あ、いいね、こんな感じか。でもこのね、柄の部分がダークブラウンの色で、ここも少し銅っていうんですか、ピンクゴールドのような、この持ち手がすごく高級感がありますね。うん、あ、ごめんなさい、思ってたよりすごい毛が柔らかい。実のところすごくお値段が安いので、あんまり毛質は期待してなかったんですけれども、柔らかい。他のもかな、ちょっといろいろ、一本だけ飛び出してるとかそういうのもないし、あ、気持ちいい。あれ、どっちかな、こっちかな、あれ、あ、じゃあこっちかな、こっちか。で、この黒い方も、あ、あー、これいい。あ、すごい気持ちいい。で、あの本音を言うと、もう少しお値段の張るブラシを今後買いたいなと思っていろいろ調べてて、目星つけたのはあるんですけれども、あの全部揃えるにはちょっとお値段がねかかるので、今回はこれが安くなってたので買ってみたんですよ、気になってたし。でもほんとね、あの思ってたよりすごく質がいいなと思いました。うん、ちょっとこっちもかな、どうなんだろう、こっちの方とかも。こっちのアイシャドウブラシの方は少し硬さは感じるんですけど、まあでも全然問題ないですね。もう本当に
すごくたくさん入ってるからそれだけでなんかテンション上がりますね、これね。これはあのもう皆さん詳しくご存知かもしれないので多分今更って感じだと思うんですけど、私もちょっと気になってたので今回 Amazon プライムデーで買ってみました。はい、あとちなみになんですけどこれも入ってました。なんかあの持ち出し用ですかね、毛がブワッてならないように白いあのみかんの包んである網みたいなのが入ってます。はいはい、ということで今日はですね Amazon プライムデーで購入した商品2つをご紹介しました。本当にあのさらっとしたご紹介になりましたが、またあの電動歯ブラシとかあとメイクブラシとかよかったらこれからの動画内でまたおすすめしていきます。はい、ということで今日もご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。